茨木のり子は、1926年に大阪府大阪市で生まれ、2006年に東京都西東京市で亡くなるまでの79年間、詩人、エッセイスト、童話作家、脚本家として活躍しました。彼女は1950年頃から茨木のり子のペンネームを使い始め、1953年に川崎宏らと海外を創刊しました。彼女はまた、韓国現代史の紹介にも尽力し、1991年に韓国現代史選で読売文学賞研究、翻訳部門を受賞しました。彼女はその生涯を詩人として生き抜き、豊かな感性を育む美しい言葉を私たちにたくさん残してくれました。彼女の言葉と生き方には、自分らしい人生を歩むためのヒントが随所に隠されています。